はい、セシです。はい、レイチェルです。2人合わせて中年の星アイドルです。アホだ。2人合わせてアップルです。中学生になったけど英語の勉強してるんや。してるもん。さ、ゲームばかりとは違うんかい。ちゃんと英語の勉強もしてるもん。嘘や嘘や。はい、パズドラ、ウパル、モバゲ、ドラゴンクエストや。よく知っとるね、おかしいの。そのくらい常識だろう。怪しいな、ゲームの名前まではわからんと違うかい。そんなこと違うと違うんかい。怪しいな。パズドラ、ウパル、モバゲ、ドラゴンクエストなどや。知っとる知っとる。中年は切り張りばかりで信用できんな。参りました。バイ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 。漫才シリーズもですね、見ていただいて本当ありがとうございます。やはり漫才二人でですね、こうするのはなかなか正直言って難しいです。それとですね、一応脚本的なことは書くんですけど、なんちゅうか私の方がですね、なかなか覚えきらなくてですね、次やはりみたいな感じにちょっと、なっておりますけどですね。最後まで見ていただいた方、本当ありがとうございました。まあ、一応ちょっと、まあ、今回はこれで、まあ、このシリーズはちょっと終わりに、一応しようと思ってます。また次回ですね、新しい形でですね、ぜひ、この漫才みたいなことをしてみたいと思います。なかなかですね、脚本があって、それをこう見ていくのは本当に難しいですね。まあ、芸人の方はですね、なかなかうまくこうやっていらっしゃると思います。まあ、尊敬しますね。まあ、そういうことで、漫才の最後の部分になりましたので、ということで、まあ、挨拶、難しいことをですね、それと見ていただいて、本当ありがとうございました。ということで、これで終わります。本当ありがとうございました。どうも失礼します。